コズミックイラ72。1年半にわたった地球プラント間の戦いは、ヤキンドゥーエ宙域戦をもってようやくの終結を見た。やがて双方合意のもと、かつての悲劇の地ユニウスセブンにおいて締結された条約は、今後の相互理解努力と平和とを誓うものだった。世界は再び安定を取り戻そうと歩み始めていた。だが一方では、コーディネーターとナチュラルの対立は未だ根深く、紛争が頻発する状況だった。父さん、母さん、マユ、オーブ出身であるシン・アスカは、オーブが戦場になった先の戦争で家族を全て失っていた。戦争を誰より憎みながらも、シンは力を求めてザフトに入隊する。大切なものを二度と奪われないように。戦いを呼ぶもの、工業プラントアーモリー1、心臓戦艦ミネルヴァの進駐式を控えて駐留するザフト軍に、パイロットシン・アスカの姿があった。士官アカデミーで優秀な成績を収めたシンは、エリートの証である赤服を身につけ、ザフトの新兵器のパイロットに選ばれるまでに至っていた。同じ時、オーブの首長カガリ・ユラ・アスハがアーモリー1を非公式に訪れ、プラント評議会議長ギルバート・デュランダルと面会。カガリのそばには、先の戦争後オーブに亡命したアスラン・ザラが、名をアレックスと変え護衛として控えていた。カガリはオーブ戦の折に流出したオーブの技術と人的資源がザフトで軍事利用されていることに激しい憤りを見せる。オーブ防衛戦の折、我々は難民となったオーブの同胞たちを温かく迎え入れました。その彼らがここで暮らしていくために、その持てる技術を生かそうとするのは仕方のないことではありませんか。強すぎる力はまた争いを呼ぶ。いいえ姫、争いがなくならぬから力が必要なのです。どこまでも平行線をたどる二人、そこへそれぞれの言葉を裏付けるように新たな紛争が湧き起こる。地球連合軍特殊部隊ファントムペインが、ザフトの開発した新型モビルスーツを奪取するためアーモリー1を襲撃したのである。4機の新型のうち3機が奪われ、基地はたちまち大混乱に陥る。シンは残る1機インパルスガンダムの出撃準備を急ぐ。そしてアスランはカガリを守るため、手近なザクウォーリアに乗り込んでいた。こんなところで君を死なせるわけにいくか。地球軍なのか、こんな時に。アスラン、分かっている、ここを突破して早く避難しよう。俺にだって。あれはザフトの新型、この襲撃は強奪が目的だったのか。何なのこいつ、もう出てきたの。もうやめろ。
証拠は。新型は3機のはずだろ。あんなの予定にないぜ。放ってはおけないだろう。追撃されても面倒だ。はっ、首でも土産にしようっての。かっこ悪いってんじゃねえ。そういうの。シン、援護する。脱出されたらおしまいだ。その前に何としても捕らえる。リング、こいつ分かってる。お迎えの時間だろう。遅れてる。バス行っちゃうぜ。こいつ、私がこんな。じゃあお前はここで死ねよ。ネオには僕が言っといて、さよならってな。アウル、我バカ、余計なことを。死ぬ、私そんな。このまま逃がしてはなりません。強奪部隊ならば外に本体がいるはずです。インパルスまで失うわけにはいきません。ミネルヴァ発進。ルナマリアは船の援護。シン、ここは任せる。俺は先行して敵増援を警戒する。新型戦艦と情報にないモビルスーツ。なるほど、確かにこれは俺のミスか。よし行こう。つつましくな。早速お出ましね。いいシン、敵をミネルヴァに近づけないように。分かってます。でもできるかどうか分かりませんよ。こいつ、私たちまんまとはめられたってわけ。こちらオーブ代表カガリ・ユラ・アサシだ。俺は随員のアレックス・ディノ。議長との会見中騒ぎに巻き込まれ、避難もままならないまま機体を借りた。上官を許可します。本艦はダッシュされた機体の追撃に当たります。大体なんでこんなことになったんです。なんだってこんな簡単に敵に。今度こそバラバラか生け捕るか、どっちにしろまた楽しいことになりそうだな。さっきのやつじゃないじゃん。なんでもいいけどね、ぶっ壊せればさ。もう出てくるか。分が悪いがやるしかない。なんだこの感覚。まだいる。なんだ、何かが来る。なんだ君は一体。白い坊主君、負けるか。また出会えることを楽しみにしているよ、白い坊主君。そしてザフトの諸君。真の奮戦にファントムペイン司令ネオ・ロアノークはインパルスガンダムのダッシュを諦め撤退する。ミネルヴァは直ちに追撃を開始。そこには緊急避難したデュランダル、そしてカガリとアスランも乗船していた。追撃の道すがらカガリはデュランダルの語る力にやはり反発する。だが理想を語るカガリの姿は真には何より許しがたいものだった。さすが綺麗事はアスハのお家芸だな。俺たちは国を信じて、あんたたちを信じて、そして最後の最後に裏切られた。オーブの理念だなんだって言ったって、あんたたちだってあの時自分たちのその言葉で誰が死ぬことになるのかちゃんと本気で考えたのかよ。オーブの理想のために命を落とした者が数多くいる。その事実を改めてオーブの民から突きつけられ、カガリは動揺する。偽名を名乗り戦いから距離を置こうとするアスランに対してもデュランダルが
その在り方を問い詰めていた。名はその存在を示すものだ。ならばもしそれが偽りだったとしたら、それが偽りだとしたら、それはその存在そのものも偽りということになるのかな、アレックス、いやアスラン・ザラ君。同じ頃、真の同期パイロットであるレイザ・バレルは戦場でネオと相対した時に感じた奇妙な感覚を思い出していた。なんだこれは。戦場で互いを感知するこの現象は、かつてムーラ・フラガとラウル・クルーゼの間で起きた空間認識とよく似ていた。結局ファントム・ペインの激しい抵抗にミネルヴァは追撃を断念する。さらにそこへ驚くべき事件の報告がもたらされるのだった。